ここまで遠かったけど、よく頑張って歩けましたね。いい子いい子。それにしてもなんだか不思議な場所ね。ここにいる植物さんたちもエルフの里の子たちとは全然違うわ。あら、こんなところに誰かしら。私はエルフの里で保育士をしているミサトです。ここに彼の記憶を取り戻す手がかりがあると聞いてお散歩のついでに来たんです。あら、そうなんですね。ここがそんな場所だったなんて。私はルーセント学院で教師をしているイオです。彼の担任なんです。今日は課外学習で来られそうな場所を探していたんです。恥ずかしいんですけど、ここには途中で道に迷ってたまたま。なんだかとっても古そうな建物みたいだし、歴史の授業にぴったりかも。美里先生、私もついて行ってもいいですか？それだけじゃなくて、彼のためになるなら先生として私も何か手伝ってあげたいから。もちろんですよ。彼も引率の先生が二人になって心強いはずです。先生が二人って、美里先生は保育士さんですよね。どうして彼の先生なんですか？里の保育園で他の子供たちと一緒にお世話をしてるんですよ。一番お兄さんだからあんまり手がかからなくて、とってもいい子なんです。え？保育園にも通ってるの？君、今いくつだったっけ？さあ、立ち話はここまでにして先に進みましょう。あなたは何にも心配しなくていいのよ。さあ、イオ先生も行きましょう。え？二人とも待って！あらあら、中はこんな風になってるのね。ゆっくりでいいから足元に気をつけて歩きましょう。ちょっと暗いけど平気？大丈夫？不安にならないようにそばにいてあげるからね。イオ先生たちはとっても仲良しさんなんですね。彼はイオちゃんって呼んでるし、先生と生徒というよりまるでお友達同士みたいですね。私は先生としてはまだまだだから、生徒のみんなと一緒に成長できるように、友達のように仲良くいろんなことを学んでいければなって。それもあって生徒のみんなにはイオちゃんって呼んでもらっているんです。もちろんきちんとしなきゃいけないときは見本となるように大人として接しますよ。あらあら、とっても素敵な考えですね。私も子供たちにとっていい先生であり、まずは一人のいい大人でいられるように心がけているんです。美里先生も同じ考えで嬉しいです。改めまして、今日はよろしくお願いします。
何があるか分かりませんから、怪我にだけは気をつけていきましょう。魔物さん、とっても元気だわ。私たちに驚いて出てきたのかしら。びっくりさせちゃってごめんね。よしよし、いい子いい子、安心して、大丈夫だから。元気でね。本当は暗いからちょっと怖かったんだけど、可愛い魔物さんと遊んだら気が紛れちゃった。あらあら、今日は楽しいお散歩になりそうですね。もちろん大切な目的も忘れてないからね。まだそんなこと言ってるの？いいから早く登ろう。遅れないようにしっかりついてきてね。でも疲れたらちゃんと先生に教えてね。無理しちゃダメよ。あら、お返事に元気がないわ。疲れちゃったのかな。ダメじゃない、まだ登り始めたばかりよ。君はもっとできるはずでしょ。とってもいい返事ね。えらいえらい。うん、その調子で頑張ろう。さあ先生たちについてきて。伊予先生の担当は国語なんですね。歴史の課外学習というからてっきり。それじゃあ授業ではいろんな本を読んだりしているんですか？ええ、生徒たちが楽しんで勉強してくれるようなものを選んでいます。私の授業がきっかけで本を好きになってくれたら嬉しいなって。そうなんですね。もしよかったら少し絵本についての相談に乗ってくれませんか？いつも子供たちに読み聞かせする絵本を作っているんですけど、最近新しいアイディアが思い浮かばなくて、里には相談する相手もいなくて困っていたんです。任せてください。例えばこういう内容の小説があるんですけど。それでヒロインが学園祭の最終日にずっと好きだった男の子に告白するの。もちろん告白は成功で、二人がキスしたところでその小説は終わるんですよ。話してたら楽しくなってきて、つい興奮しちゃいました。子供たちにはちょっと早い内容だったかしら。いいえ、そんなことないですよ。とっても面白かったです。ずっと子供向けの絵本ばかり読んでいたから聞いていて新鮮でした。最近はおませさんな子も多いから、内容も少し大人向けにしてみるのもたまにはいいかもしれません。それならよかったです。おすすめの恋愛小説や恋愛漫画はたくさんありますから、いつでも相談に乗りますよ。里に戻ったら早速書き始めてみますね。子供たちが喜んでくれそうな絵本ができそうだわ。完成したらぜひ伊予先生も読んでください。やった、もちろんです。美里先生の絵本楽しみにしてますね。待って、大人向けの内容の絵本ってそういう意味じゃないのよ。あらあらあら、どうしましょう。先生たちを困らせるなんていけない子ね。
もうこの話題はおしまい。美里先生、私いつもこんなこと授業で教えてませんから。もう後で職員室に来なさい。お話があります。あら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 。私の方が年上だったんですか？あらあら、そうみたいですね。私よりもしっかりしてるし、てっきり美里先生は年上だとばかり。二つも私の方がお姉さんだったなんてびっくり。けど年下でも先生としてしっかりしてるのは間違いないんだし、私も美里先生を見習わなくちゃ。君はまだ疲れてない？ここで一度休憩に。君は怪我してない？そう、よかった。でも今は何ともなくても後で痛むこともあるから、ちゃんと先生に見せて。うん、本当に何ともなさそうで安心したわ。痛っ。君が無事でほっとしたら急に足が。あらあら、イオ先生、じっとしててくださいね。すぐ手当てしますから。美里先生？あなたはイオ先生が見てくれたし大丈夫よね。それに男の子だもの。はーい、イオ先生、すぐに良くなりますからね。痛いの痛いの飛んでけー。すごい、本当にすぐ痛みが。ありがとうございます。私今みたいにうっかり転んだりすることが多くて、美里先生を見習ってしっかりしなきゃって思ったばかりなのに恥ずかしいわ。あらあら、私たち先生も一人の人間ですから、失敗することもありますよ。それより自分の怪我よりも先に生徒の手当てをするなんてさすがです。生徒のことを第一に考えられるのが私たち先生にとって一番大事な素質なんじゃないかしら。君までそんなこと。まだ教師になりたてで毎日手探りで不安だったけど、二人がそう言ってくれてちょっと自信がつきました。さあ、こんなところで立ち止まってちゃ君に申し訳ないよね。じゃあ先に進みましょう。あっ、とはあ、二人とも、ここ足場が悪いから気をつけてね。はーい。イオ先生は頼りになるわ。さ、一緒にイオ先生についていきましょう。君、毒キノコを食べて倒れたの？そうなんですよ。あの時はとっても驚いたわ。けどまだ毒キノコのしびれが残ってるのに、そこに来た魔物ちゃんから私を守ろうと立ち上がったの。そんなことが。伊予先生は彼とどう知り合いに？私は
森で植物に絡まってるところを助けてもらったんです。毒キノコほどじゃないけど、私も恥ずかしいわ。あらあら、やっぱりあなたはずっと優しい心を持っていたのね。よしよし、いい子。次に会った時、彼の年頃じゃ必要ないような読み書きの本を読んでいて、その時に初めて記憶喪失だって知ったんです。それでルーセント学院に通うように勧めたんです。初めは簡単な問題も解けなかったけど、いつの間にかとっても頼もしくなってきて、彼には驚かされてばかりだわ。優しいまま成長してほしいですよね。ええ、私もそれを願っています。ルーセント学院でどんどん成長してほしいな。そっか、君もいつか学院を卒業するんだよね。ええ、そうですね。私たちが必要ないくらいきっと立派な大人になりますよ。もし今日ここで彼の記憶が戻って、学院に通う必要がないことが分かったら。寂しいけど、送り出すことも私たちの仕事ですから。私まだ赴任したばかりだから、送り出した生徒がいなくて。初めてが君だなんて。そうよね、君が私たちの生徒だったってことは、卒業してもなくならない絆だもんね。いつ君を送り出すことになっても後悔しないように、それまで精一杯の教育をするからね。あらあら、私も負けないように頑張っていろんなことを教えていくわ。美里先生、どうして抱きしめる必要が。あら、子供たちにはみんな構成しているのよ。ねえ君、先生に教えてくれるかしら。エルフの保育園って一体どんなところなの。私たちに何かくれるの？何かしら。君、これを探して塔を登っていたの？やったじゃない。キラキラ光っててとっても綺麗ね。なんだか不思議な感じ。今日の進路指導には特別講師を呼んでいるの。保育園で働いている相川美里先生です。はじめまして、相川です。今日は保育士のお仕事を精一杯伝えていきますね。よろしくお願いします。相川先生とは同じ短大の卒業生同士で、今回はその縁で特別講師をお願いしたの。長谷倉先生のクラスに来られてとっても嬉しいです。皆さん、今日は仲良くしてくださいね。あらあら、あなた長谷倉先生の生徒さんだったの？すごい偶然、2人は知り合いだったのね。どういう関係なのかしら。え、園児に混じってお世話されているの？それってどういう。うん、聞かない方がいいこともあるわよね。今日は実習を通じて体験してもらおうと考えていたんだけど、私がお手本を見せるとき、あなたには子供役をお願いしようかしら。面白そうね。せっかくだし、私も一緒にやってもいいかな。
高校の教師にも活かせるヒントがあるかもしれないし。もちろんですよ。それじゃあまずはお外で元気に運動しましょう。みんな揃ったかな？はーい、イオちゃんクラス全員揃ってます。いいお返事ね。それじゃあこれから鬼ごっこを始めようと思います。と、その前にしなくちゃいけないこと何かわかる人？はーい、よくわかりました。えらいえらい。じゃあ始めましょう。1、2、3、4。うん、その調子よ。さあみんなも一緒にこの子みたいにやるのよ。ふっ、美里先生、こうですか？あらあら、元気いっぱいでいいわね。張り切りすぎて怪我しないように気をつけるのよ。おら、セイハー！美里先生、美里先生、僕の筋肉も見てください。あらあら、すごいわね。でもまだ準備運動なんだからほどほどにね。そうね、準備運動だもん。君はそれくらいじゃまだ足りないんじゃない？毎日耳でゲームばかりして体がなまってるはずだよ。ほら、こんなに肩がカチカチに凝ってるじゃない。先生が手伝ってあげるからもっと体をほぐしましょうね。あら、そのお腹ちょっと太ったんじゃない？ほら、プニプニしてる。たまには運動もしよう。今度ランニングに付き合ってあげる。みんなも運動不足気味な人は念入りにね。はーい、そろそろ準備運動はいいかな。それじゃあみんなで元気に鬼ごっこをやってみましょう。最初は先生が鬼をやるからね。さあ逃げて逃げて、捕まえちゃうわよ。うわー、足が速くて先生追いつけないわ。さすが高校生ね。待て待て。はーい、待ちます。てか美里先生のとこに行きます。うわ、あら危ない。二人とも大丈夫？怪我はない？すまん、大丈夫だったか？うん、喧嘩にならずに二人とも偉いわ。けどあなたは足をすりむいたみたいね。ちょっと見せてみて。血は出てないみたいだけど、一応保健室に行きましょう。ちゃんと消毒した方がいいよ。痛くない？もし歩けなかったら先生がおんぶするから。そう、さすが男の子ね。二人も付き添う必要あったか？まあいいじゃないか。それより鬼ごっこを続けようぜ。ねえ、もっと先生に見せてみて。長谷倉先生、そんなにじっくり見たらこの子もきっと恥ずかしいわ。そう？じゃあ最後にこれだけ。よし、絆創膏貼っておしまい。はあ、安心したら急に疲れちゃった。ちょっとだけ休んじゃおうかな。はあ、あらあら、長谷倉先生ったら。
走り回った後にあなたの心配をしたから疲れちゃったのね。よしよし、長谷倉先生。うん、頑張ってるイオちゃんの姿に今日は感動したわ。クラスのみんなから慕われていてすごいわ。全力で先生を頑張っているのね。みんなイオちゃんって呼んでるけど、まだ自分が先生としては新人だからってことでしょ。学生時代から変わってないわ。後輩の私にもね、先輩らしいところはないからイオちゃんって呼んでねって初めて会った時に言ったのよ。そうよね、きっとイオちゃんのそんなところがあなたたちくらいの子に受け入れられているのね。今日は特別講師としてこの学校にやってきたのに、私の方も勉強になったわ。やだ、私寝ちゃってた。はい、ぐっすりと。少しは休めました？あ、ミサトちゃんの膝で？ミサトちゃんって呼んじゃった。今日はみんなの前だから相川先生って呼ぼうって約束したのに。あらあら、いいですよ、ひよちゃん。この子しかいないから今はミサトちゃんですよ。ありがとう、ミサトちゃん。ミサトちゃんの膝枕とっても気持ちいいから、もうちょっとだけこのままで。ミサトちゃん、今日は来てくれてありがとう。保育士の仕事ってこんなにも大変だったんだね。毎日子供たちとあんな風に走り回ったりして、ミサトちゃんはすごいわ。ううん、そんなことないですよ。私も今日は新しく学んだこともあったから来てよかったわ。誘ってくれてありがとうございます、イオちゃん。学んだことって？ミサトちゃんは教えに来たのに。それは秘密ですね。さあ、そろそろ運動場に戻らなきゃ。ミサトちゃんの膝枕気持ちいいから名残惜しいわ。待て待て。みんな楽しそうだし心配なさそうね。私たちはこのままお昼寝の時間にしましょう。あなたもベッドにおいで。え、君も？ちょっと待って、ミサトちゃんの膝枕でお昼寝？ええ、そうよ。いつもみたいにね。いつもみたいに？うん、それも気になるけど今私も寝てるんだよ。あらあら、いいじゃない。私のお膝は2つ。2人で仲良くお昼寝してくださいね。保健室のベッドで生徒と一緒に寝るだなんて、そんなのダメに決まってるじゃない。2人ともちょっと待って。私もいつの間にか寝ちゃってたみたいね。二人を膝枕する夢を見たわ。私は美里先生に膝枕されて。じゃあもしかして私たち同じ夢を？この膝は？あらあらあら。あなたの膝枕ね。私たちより先に起きて見守ってくれていたのかしら。生徒に膝枕されるなんて不思議な気分ね。君の膝
頼もしい感じがするわ。そうそう、さっきの宝石みたいなものを探していたのよね。ということは記憶も戻ったかしら。試してみましょうか。ねえ、今どんな気分？戻らなかったみたいね。せっかくここまで登ってきたのに残念だわ。でもこれからも君に教えることができるみたいで少しほっとしちゃった。まだもう少しだけ子供として私のそばにいてくれるのね。あら？ううん、なんでもないの。これからも先生としていろんなことを教えていくから。だから心配しないで。そうですよね、美里先生。ええ、もちろんです。さあ、今日は帰ってゆっくり休みましょう。いつもよく頑張っていて偉い偉